皆さん、こんばんは。全力マンラジオの時間です。今日もゼウス席よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。はい。ということで、はい、今回は2本目側の収録なわけですけど。そうです。まあ、前回から連続で聞いてる人からしたら、あ、これとこれ、同じ日に撮ってんだなっていうことがわかると思います。大体。あのね、<laughs> 無事、腹痛も収まったんで、ちょっと落ち着いて話せると思います。お そうなんです。そういう連続性があると。そうなんです。いや、まあ、あの、はい。日本名というか、まあ、ちょっとスポーツに関して全般的に、あのなんだろう、特にこれっていうのは、そんなにワントピックってわけじゃないんですけど、うん、最近のスポーツ関連について、話せればなと思ってて。はいはい まあまずベースボール。ああね。はい、まあキャンプインしまして WBC が本格的に近づいてきましたよと。はい、あのー、高橋宏斗っていう中日のピッチャーが代表入ってるんだけど。はい。も、はい、回かラジオでも話した気がするけどね。慶応に合格できなくて仕方なく。 中京で行ったら。そうそうそう。そしたらドラフト1位で中日から指名されて、京に来てたらまだ大学生だったけど、もう代表入ってると。はい。応来なくて本当に良かったねっていう。もうそういう話になってしまったと。<laughs> だって冷静に落ちるわけないから、だってお兄ちゃん慶応て、 当時のその、慶応の叙監督、中京大中京の人だったからね。なんで落ちるんすかいやー、まあなんか、いろいろ。なんじゃない近年の慶応栄養入試界隈で囁かれてる <laughs> 囁かれてますからね、最近の慶応の栄養入試では。スポーツだけできるやつはいらないっていう。<laughs> いやー、なんかスポーツー、 アスリート系に非常に厳しい、あれがね、追い風が。まあ、順調に弱くなってるもんね。いや、だって、ソッカー部も3位あ3部だし、ラグビーもそんなだし、野球も来年、どうっいや、結構きつくなってくるよ。だし、まあ、他もうんっていうね、感じで。バスケもね、やばいからね。 バスケもやばいし、ねえ、ちょっとちょ、マジで、どこが強いですか逆に。いや、ほんまない,いんじゃない慶応で三部ってやばくないはい。いや、もう、やばいっす。だって、三部の下の方のチームとかさ、マジで高校生の時の全力マンぐらいのやついるでしょ絶対。いるかも、マジで。 ちょっと今、ちょっと検索し,します。リーグ。担当3部。はい。確かに俺も見てないわ。3部ってどこが入ってくるんだろう。ちょっとどこだえーっと、所属チームを記載。3部、慶応、城西、明治学院、東京学芸、専修 中央学院、神奈川、平成国際大学、東京経済大学、国学院大学、東京農業大学、共栄大学、共栄<京>大学。で、統計とかいいのらしいよ。マジか。でまあだから、その、上の方にいたけど落っこちてきてるのが、まあ慶応とか選手とか、まあまあじ、まあ、人大はそんなめっちゃ上でもないか。 うん、まあでもまあまあ人大もっすよね。まあとかと、農大とかもそうだよね。はい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 。で逆に、その下から上がってるのが、うん、多分平成国際大学とか、共栄大学とか、まあ中央学院とかもそうなんじゃないなるほどね。まあ東京経済とかもそうか。いや、絶対いるでしょう。全力マンクラス。 マジベンチとかには全然いると思います。そだって関東2部にさ、作新学院大学入ってんだよ。いや、そうっすよね。作新学院大学なんてだ誰がいんのいや、わかんないっす、マジで。<laughs> 作新学院ってだってさ、なんか、大学あるんだって思ったの。<laughs> <laughs> いや、高校めっちゃ野球強いから。はいはいはい、そうっすよね。 ああ、でもなんか、F 東ユースとかいるんだな、一応。いや、の、だから、出てない子じゃないですかたぶん。ーあや、山田から言ってるやついるよ。で山田だってマジ、まじ、5万人ぐらいいますもん、部員、マジで。<laughs> 佐々木竜、竜代。初広かな、たぶん、読みは。ええー、知らねーえ。ええ、いや、竜大だわ。竜大知らねえ。 なるほど。これ本当に流大あ,あ、本人のあれかな。うわ、佐々木流大結構癖強え。ちょっとあんま個人を取り上げるのよくないけど。<laughs> 何を見てそう思ったかっていうと、はい。ツイッターの一番上のツイートがまず、焼肉和紙の新宿本店のテレビで紹介されて1日3組限定 a 語ランク肉寿司食べ放題の 無料招待のあのリツイートキャンペーンを。<ー>で、それが一番上ね。はいはいはい。で、その下が、ブレイキングダウンでさったら、敬之助が弟子の成人式で沖縄行ってるやつのリツイート。いや、ちょっと、そっち系か。そういう系だわ。あのー、我が八戸高校からはですね、 東京学芸大学でベンチ入りしてる選手がいるんですよ。はい、で、東京学芸大学去年2部なんで、今年多分慶応と仲良く3部だと思うんですけど、はい、でユニホームもらってる人とか、ベンチとかには全然いてもおかしくないっていう感じじゃないですか。うんうんうん。レベル的には。はいはいはい。なんでまあね、逆に、 慶応とかでプロ志望の子が、ね、いるのかどうかわかんないですけど、今。そういう子からしたらちょっともう戸惑いでしょうね、マジで。3分だったら。だよね。はい。あまあ山田自体は多分全然だな。なるほどいやそ。山田ってマジで5万人ぐらいいるんで本当に。<laughs> だって死ぬほど練習してんのに普通に駐車場とかにもなんか警備してる人とかもいるからめっちゃ人数多いっす山田そうなんだろうねうんいやでもね関東2部なんて全然レベル高いもんなうんいやそうっすああんかティアモとかうん ユナイ東京ユナイテッドとかに入る選手はいるみたいだね。ああ、そうなんだ。そうそう。まあでも東京ユナイテッドの選手とかはもともと中高が東京ユナイテッドだったりするわ。なるほど。そう。ああ、まああと、あの、ティアももう、アントラーズジュニアユースだからまあ。まあまあまあ。パイプあるっていうティアも。なるほど。 まあ厳しい、ちょっと。だからまあ、大学スポーツで強いチーム作るってなったら、かなり難しいからな。あそうだよはい。まあ、あの、パイプある監督引っこ抜いてきて、あの、ひたすらそこから供給し続けてもらうしかないよ。マジ、パイプライン次第ですよ。<あ><ジ>いや、もうほん本当にそうだよ。<laughs> パイプライン勝負。 まあ結局さ、大学スポーツって入り口と出口に尽きる、うん、まあ大学でめちゃくちゃ育成するって結構むずいじゃん。うん。だから入り口でどれだけいい選手取ってくれる、来れるかと、その出口として、まあプロとかはまあさ、結局限られた選手か、しかなれないから、うん。その、どれだけこう、サッカー続ける人にとっての、あの、行き先と、 サッカー続けないで就職する人にとっての行き先をどれだけとも確保できるか。うん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 。だからまあ、やっぱその、青学の原監督みたいなね、ああ<ー>。ここが一番やっぱり、原監督ね。強いというか、<laughs> まあ、強制を GMO に送りまくって。まあ僕はあの、 駒沢のあの監督の劇が結構好きでしたけど大八監督ねお前男,男になれっていう <laughs> あの昭和全開のやつやね <laughs> そうそうそう意地だぞプライドだぞ男になれまあでもねあっち側に素直に成長した方がなんかその戦える人材には間違いなくなるからなうん本当にそうっすよねその そう男になれないねアスリート社会に出てからちょっとね難しいですもんねその経験が生きないっていう <laughs> いやそうそうで何のためにじゃスポーツやってたの <laughs> そう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 まあちょっとじゃあなんか関連してサッカーの話で言うとはいはいはいいやマジでミートマジックあるんじゃないかっていうかいミートマジックガチである <laughs> ミートマすごくね いや、来シーズンちょっとマジで、どうなるかですよね。普通にちょっと1対1のクオリティ高すぎてビビる。え、マジで普通になんかアーセナル戦もなんかすごくなかったっすかいや、すごかったし、普通に結構多分プレミアでも、本当にトップクラスじゃないいや、マジト,トップですよね。 あんな、あんなやついないよ、プレミア、そんなに。いや、そうっすよね。そう。だってもう対応できてな、ね、いもん、全然。いや、マジすげえんだよな。この前だって、なんかサイドバックなんからアンクルブレイクされてたじんいや、すごい、マジで。両膝ついて。はあ、つって。マジで見、 マジでショータイムミトマジックじゃないですか、本当に。いやいや、ガチであるし、まあ、あと普通にブライトン強いっていう。どうなるんだ、これ。<ん>いや、まあ、確実に夏移籍するでしょ。ね。まあ、どこ行くかだよね、あとは。どこ行くんすかね。まあ、アーセナル来てほしいけどね、私的には。 アーセナルって左サイド前、誰でしたっけマルティネッリじゃないかな、今。うん<ー>。それって言うと非常に上手。え三笘、どうなんですかなんて三マ行ったら、ちゃん、どういう、なんか、チャンス感的には。ああまあ、出場機会は全然あるでしょ。はい,はいはいはい。だし、三マって途中出場でも むしろ輝くぐらいの選手だから、使いやすいとは思うよ。そのうん、要は試しで途中出場で使い始めて、よかったらなんか、マルティネンリと調子いい方を使うみたいにできるから、うん、場合によってはスタメンでもね。<laughs> まあだから全然チャンスあるんじゃないかな。るほどそう。まあただあの、マルティネリは若いから、 うん、マルキネディに関わらず、まあ、アーセナ選手、若いからその、そこがプラスにならないっていうのはちょっとあるよね。プラスにならないっていうか、そのなんか、若くて、まだこの先ね、全然、未来ある選手だからね、マルキネディ。今年多分スタメン、ぜ前節スタメンなんじゃないか。 あ、録画してないけど。今二十一歳ですマルティネーリオ。え、なんか合わせるなら結構、なんか、結構良くないですか、夫人。え、かなりね、いい感じになってきてる。いいっすね。あとなんかシティが今こう二ついけるからさ、なるほど。あの。なんか。お金使いすぎみたいなやつで。<laughs> なんかプレミ、プレミアから除外しろみたいなこと言われてるから。怖い怖い。 いやなんか、僕らが小学校の頃のウイレなんてアーセガムだったのに。いやいや、ほんとほんと。アーセガムが今、こんすごいことになってるからな。でも結構、俺らが小学生ぐらいのアーセナルって、あの、無敗優勝とかしてたからさ、結構強かったんだよねあ、アンリとかの。そう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 。あの、その頃のアー,スアーセナル、マジ強かったってう。いや、だって無敗優勝してんだから。 迎え優勝って意味わかんないからな、普通に。いや、そうなんだよ。そんな時代もあったのに。アシュリーコールとかね。<laughs> あ、そうそうそう,そう。そうそうそう。<laughs> いた時代ですよ。アシュリーコールとか時代やな。なんか言たわビエ,ビエラとか。トレセンにいたわ、アシュリーって言われてた左利きのサイドバックのやつ。 いや、まじ強かったんだよな、あの時。いや、だから地味にはあれでしょう。0405ってさ、その無敗優勝した。はい。稲本いたんじゃないあ、そうでしたっけあの、いるけどいないみたいな。そうだっけ。その、あ、朝野みたいな感じだったんじゃないかな。朝に見た時の。<laughs> いるけどいない。ああ。 いや、いないわ。あのフラフラ、フラム、フルハムにいましたね、その時、稲本は。だから、その、さっきのちょっとシティの話から関連してさ、はい。結構サッカーってなんかあの、破綻したりするじゃん、クラブ。はい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 。なんかあの、ユベントスとかもなんかめっちゃ会計の不正とか。 うん、なんかファイナンシャルフェアプレイとか導入されてるけど、まあ結局その選手の移籍金とかめっちゃ高騰したりして、だバルサとかもなんかちょっとやばい、やばいじゃん、今。うん、ねって言いますよね。そうそうそう、なんかあ、あれだよね。バルサだっけななんかあの、すっごい将来の収益を、あの、ファンドに渡したりしてるの。その、今後の放映権の5%を、なんか渡す代わりに、 今、今いくらくださいみたいな。いや、全然わかんねえ。そ、そ,そんな感じなんですかあ、そうそう、だと思うよ。なんかめっちゃ、いやだって移籍、あの、なんか停止になってなかった、選手獲得。あ、なんか、それなんかちらっと見たな。で、なんかもうとりあえず売れるもん全、てかだってメッシュを手放したのそうんうん。この、えー、っと、去年の夏とか、 あ1920シーズンの税引き前損失が8億ユーロ。で、どうしようってなって、ほんで、えっと、なんだ、なんかあの、リーガのさ、放映権を、なんか25年分とか。はい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 。 25年分の放映権の25%を売却。で、多分その25年分とかになると、まだその、リーガの放映権って、何決まってないものあると思うから、その、うん、今後5年以上先とかは。はいはい。だから、なんかその、決まってないんだけど、多分、その、何 ファンド的なところからしたら、それより安く25年分まとめて今払ってあげるよ、みたいな。うんうんうん。なるほどね。そう、だから全力マンチャンネルの今後25年間の売上げの25%を渡す。で、これが、そのなんか、ちょっとディスカウントされてるみたいな。はい,はいはいはい。でも今もらえるっていう。なるほど。そうそう。だからよくさ、なんか今の100万円と10年後の200万円どっちがいいですかみたいな。 よよくありますよね。そうそう。ああれと同じような。うん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 。そう。で、あと、ほらあのグッズのなんか会社の株式も半分ぐらい売ったりとか、えーあ。と、もうとにかく売りまくってるの。で、ちょっと話を戻すと、はい。そういうこと全然起きえますよねと。はい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 。だ、結構そのサッカークラブってさ、構想上あんまり利益率がめちゃくちゃ出るモデルに今なってないから。 うん、まあなんでかっていうと選手の移籍金もどんどん高騰しまくってて無限に選手人件費が,上がり続けインフレし続けてるからさ、うん、からちょっとでもそのそれの結局できてる理由って放映、まあ、権収入がどんどん上がり続けてるからそれをどんどん回してるわけだけど逆回転、はい、もしじゃあこれ放映権がこの値段で売れなくなったらその逆回転し始めるからさ、うんうん、やばいよねっていう前提があって。うん で、それと対比として、アメリカのスポーツって結構、あの、サラリーキャップがあったりとか、まあ、そもそも降格しなかったりとかさ、かなりその、全チームが戦力的に均衡が取れる、かつ、ビジネス的になんかあんま破綻とかしないように、その、頑張りましょうねみたいな仕組みになってて、<laughs> であのバスケのさ、NBA ってあるじゃないですか。はい,はいはいはい。今、八村と渡邊雄太がね、今、プレーしてる。はい。はい、で、NBA って、めっちゃシーズン中にトレードが起こるうん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 。てか、そもそもシーズン中に限らず、めちゃくちゃ選手の流動性が高くて。うんうん。で、なんか結構面白いのが、その、サッカーってドラフトないじゃん。うんうんうん。 NBA ってめっちゃそのドラフトの権利をトレードするのね。はい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 。まあさっきの,そのバルサの将来収益を売るみたいな話ちょっと近くて、うん、今の優勝を取りに行きたいチームは、その未来の例えばドラフト1位指名権とかを渡して、相手、なんかどっかのチームのいい選手を取るみたいな。はいはいはい。だからこれミスると、もう本当、将来崩壊するわけよ。うんうん、確かに確かに。 でこいつが例えばさ、チームと合わなかったり、怪我とかしまくって全然戦力にならないとか、けががフリーエージェントとかになって、他チームにまた移籍しますってなったら、ただ指名権も取られて選手もいなくなるみたいな。はいはいはい。ってなっちゃうから、結構この辺のやりくりが難しいんだけど、まあ逆を言うと、なんかその商売上手な GM とかがいるチームって、このトレードがめっちゃ上手くて、うんうんうん。あの、 すごい将来に生きる。結局その数年後に答え合わせになるから、あの時のこの選手を売ったおかげで、そのドラフト1位指名ーがこの今のオールスター選手に化けたみたいな。うんだ結構その面白いのね、そういうやりくりが。はい,はいはいはい。で、まさに今トレードのそのデッドライン、冬のトレードの期限が3日後ぐらいに迫ってて、なるほど。八村とかは、 もうトレードで来たのね。はい,はいはいはい。で、まあレイカーズっていうあの、結構多分バスケ知らない人でも、いいまあちょっと見,見たりしたら分かるかなっていうチームに来たんだけど、そのレイカーズもまだまだこれからトレード、デッドラインまでにもっと成立させたいとか、うんうん、まだまだちょっといろいろありそうで、で渡辺優太が、 逆にもしかしたら、どっかのチームとのトレードに組み込まれる可能性もあったりして、まあ、ここから多分シーズン残り3分の1ぐらいだと思うんだけど、NBA ってそ。のそのタイミングにトレードデッドラインがあるっていうのがまあ結構ミソで、優勝を今年狙えるかどうかっていうのはもうある程度見えてるわけじゃん。だから、今年優勝を狙いたいチームは結構その駆け込み、 需要というか、今のチームの補強ポイント、ここだってなったら、どうしてもやっぱ取りに行きたいわけよ。はい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 で。そういうチームに対して、逆にその売り手として有利なチームがどうふっかけるかみたいな、みたいな話が今まさにすっごい速度で起こってて、なるほどで。結構みんなこれをその当たり前のように考えるっていうちょっと土壌があるから、6チームとか関連したりするのね。 ああ、なるほどね,ね。こっからここにこれが移動して、この選手がこっちに行って、この選手がここに行ってみたいな、その、のがめちゃくちゃ、<laughs> めちゃくちゃ起きて。はい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 。だ一週間後には全然し違うチームでみんなプレイしてるみたいな、全然あるわけよ。はい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 。っていう状況なの今。うんうん、なるほどなるほど。そう。だから、まあ俺もその複雑すぎて、その辺のそのルール設計とか全然終えてないんだけど、なんかサッカーとか、 日本の特に野球とかサッカーとか見てるとあんまそういう流動性があるものってないから、うん、結構それはそれで面白いし、まあ日本人が、今回もしかしたら八村はもう絡んでるけど、渡辺優太もトレード絡む可能性あるから。で、あの二人とも、八村も渡辺優太も今年のオフに契約が切れるの。どっちにしろ。で、なるほどまあいい契約が結べるかどうかも結構その、 チームの長期的なプランニングとやっぱ関係してくるから、それこそ複数年契約を結べるかどうかとかもそうだし、どれぐらいそのチームがキャップスペース、サラリーキャップに対する残りのキャップスペースがあるかによっても出せる金額って決まってくるから、結構そ,それも含めて、まあ、スポーツ好きな人とか気になった人は見てみると面白いと思うよっていう。いやー そ、そこまでいったらマジでおもろいっすね。いや、そうっす。めっちゃすごいよ。で、NBA ってサラリーキャップ一応超えてもよくて、<ー>ソフトキャップとハードキャップっていう2段階サラリーキャップになってて、ソフトキャップは超えてもいいよね。はい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 。でも超えると、すっごい、その超えた分に対してめちゃくちゃラグジュアリータックスって、あの、ま、税金払わなきゃいけないは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 い。 キャップを超えた金額に対して、さらにその多分、倍ぐらい払わなきゃいけないのかな。なるほど。じゃあだから、まあ、めちゃくちゃお金持ちのオーナーだったら、まあ、それも許容するみたいな。なる,なるほど、なるほど。いや、いいゲームやな。で、だけど、ハードキャップっていう2段階目のサラリーキャップは絶対超えちゃいけないから、うんまあ、そうすると、こういう人員整理とか、まあ、必要だよねっていう。 結構契約の枠組みがかなり決まっててルーキーの4年間はそのドラフト指名順位に応じて傾斜かけられてたりその1巡目ドラフト9指名のやつは4年間でこの金額を球団は提示できるみたいなルーキーの4年間はまずそれを基本結びましょうっていうのが決まっててその後はその チームに在籍してる年数とか活躍度合いに応じて、そのチームだけが出せる、そのマックス契約っていう、5年200億みたいな、その、今までいたチームだけが出せる、なんか有利な契約みたいなのがあったりとか、逆になんかその、ベテランの選手、結局バスケってなんかさ、ロスター15人ぐらいいて、 スーパースター3人ぐらいと、あとは周りを固める脇役みたいなチーム構成なのね、基本。うん、だから、その3人に入れない場合は、もうその脇役のポジションの取り合いなわけよ。なるほどね、そうなった時に、結構、その若手とか、あと、あのかつてめっちゃ使えたけど、今もう衰えちゃってるよねっていうベテラン。 で、周りを結構固めるんだけど、そのベテランの選手に対して、なんか出すミニマムいくらみたいなその契約の枠組みがあったりとか、<laughs> あとなんかあの、10日間契約とかもあったりするから、なるほどおた。お試しで10日間契約できますよとか、だか結構契約の処理がめちゃくちゃいっぱいあって。 それを GM が使い分けてチームを作っていくっていう。なるほどな。いや、っめっちゃビジネス。うん。認識がかなり日本のスポーツビジネスと全然認識違いますね。だめっちゃ困っていう感じ。うん、困ってる、当たり前っていう感じですよね。そう,そうそうそう。いや、まあでも、そう思う。 思われてるって思ってた方が、選手側はめっちゃハングリーになれますけどね、その。いや、マジでそうなんだよ、そうそう、本当に。おっしゃる通り。うん。その、そう思えなかったら、若干アスリートとしてのこうぬるさが残っちゃう感じありますもんね。そう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 。まあ、あとは結構やっぱそのスーパースターになればなるほど、お金を取るのか、優勝を取るのか、みたいなことになってきたりして。なるほど。 なんか去年は、いや、あなたなんか20億とか30億もらってましたよねみたいな選手が、絶対優勝したいから、その優勝できそうなチームにそのミニマムとかで行ったりもたまにする。今の自分が行くと、絶対サラリーキャップ的にはもう獲得自分のことできないの分かってるんだけど、でもやっぱキャリアで一回は優勝したいみたいな選手が、ミニマムってなんか2億とかだから。<laughs> <laughs> もう去年の10分の1とかの給料だけど、それでも僕は行きたいみたいなこととかもあったりするから、その辺の駆け引きというか、まあでもそれも結局成立させられるから GM の腕の見せ所だったりするし。はい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 。なるほどね。そう。だからその、本当に、チーム設計のところも、まあビジネスっていうのが結構違いかもね。 ピッチ外だけじゃなくて、普通にピッチ内が思いっきりビジネスっていう。うん、間違いない。なるほど。うまあ、もしかしたら、この2、3日で渡辺優太もトレードになるかもしれないから。まあ、ぜひご覧ください。ちょっと今年は NBA 勉強しよう。結構面白いと思うよ。うん。いや、おもろそう。バスケ。 バスケがしたいです。<laughs> マジバスケがしたいですだわ。いやー、NBA とか一回生で見たいな。いやー、俺もね、NBA 自体は生で見たことないんだよな。なんか日本でやるエキシ,<見>エキシビションみたいなのは見たことあるんだけど。え、多分僕連れて行ってもらいましたよ。あ、そう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 ,そう。埼玉っすよね。そうそうそう。わー、覚えてるわー、埼玉まで行って、あのー、 なんか飯食って帰ってきたな、なんか。それたれ。なたなそうそうそう。ああ。いや、だから実、でも、やっぱ多分、アメリカの本場のアリーナでやるってなったら、またちょっと違いますもんね。あ全然違うと思う。いや、そうっすよね。そうそうそう。あのー、 さっきもちょっと言ったけど、八村が,八村がレイカーズ移籍したから、はい、ロサンゼルスとか遊びに行けば、多分シーズンあのみ、時期見ていったら大谷と八村両方見れると思う。おーすごい。おすすめです、それはかなり。おすすめルートそう。ま、渡辺見るとも、まああ、移籍しなかったらニューヨークのチームだから、なんか普通に他の理由でニューヨーク行ってついでに見るとかでもいいと思うし。うん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 。 まあというね。スポーツ講義。はい。う、ま、ん、あ。あと、あと7分ぐらいですけど、まあもう1個あるとすると、まあ、ようやく、まあようやくって言ってもオフシーズン短かったけど、F1 がね、ちょっと近づいてきてまして、いい今年のシーズンが。3月5、6のバーレイングランプリが初戦なんだけど、はいはいはい。あの、今ね、各メーカーが10チームあるんだけど、F1 って。 ああ各チームが2023年この車で行きますみたいな新車発表を今始めてて今年の車のカラーリングはこれでスポンサーはここがついててこのコンセプトはこういう感じだみたいなでも結構そのギリギリまで明かさないチームも多いから、まあ、その方が得,得だからねカラーリングだけ発表してあの具体的な実車は本当にそに直前にテストがあるんだけど 各チーム2日間だけ同じスケジュールでそのサーキット走れるみたいな今年の車で。うん、それまでは結構見せないみたいなチームもいて、そのなんかカラーリング発表とかもうちょっと実写に近い発表しますみたいなもので出してるものを元にした考察みたいなのが今結構盛んに行われてて、このメーカーは今年はここ変えてくるんじゃないかとか。 去年と今年で今のところこういう差があるけど、このまま行くんだろうかみたいな話とか。はい,はいはいはい。結構ね、それを毎日僕は今軽く追ってますね。注目、注目ポイント。はい、1> 1はい。要チェック。要チェックや。今年の日本グランプリもうあの宿を抑えてあるんで僕。早い。9月ですけど。早すぎる。<laughs> なるほど。はい。 ま,まあそんな感じかな。うん。じゃあちょっと。まあでも、割と全力マンチャンネルでも、そういうスポーツビッグイベントがあるたびに、ちゃんとそれに沿ったコンテンツは出してるんで。そうだよね。はい。まあ、今 WBC に向けてちょっといろいろ、どうやったら、こういう、 形でツイート出そうっていうのと、こういうコンテンツ出そうっていうのも今考えてますけど。楽しみです。ただまあね、WBC に向けて野球コンテンツ出そうと思ったんですけど、今出してるショートで菅野の真似したらすげえ滑ったんで。いや、あれおもろいんだけどな。多分元ネタ知らないんだろうな。<laughs> いや、知らないんすかね。いやなんか、あれ結構完璧な伏線貼って完璧に回収したつもりだったんだけど。まあ俺はすごい好きだったけど。いや野球知ってる人はすごい言ってくれるんですけど、うん わかるわかる。あの、ちゃんとその前に、あの、亀井が投げてるくだりもちゃんと挟んでるからな、俺は。あの、なんか、カーブとかも投げるやつね、亀井が。<laughs> 亀井がカーブとか投げて、その後に、亀井さん超えたっていうのとかも、ちゃんとあれしてんだけど、マジ70回再生とかだからな、あれ。<laughs> まあ、ああいうのはでもね、なんかその、まあ、再生回んなくても、まあ、いいっちゃいいかなっていうか。いやまあまあまあ。というか、その <laughs>。いや、まあまあ、そうそうそう、届く人に届けば。そうそうそう。 なんか世の中とのそのコミュニケーションというか。いや、そう,そうそう。いや、全然こういうのをやや引き出し見せてるだけなんで。そう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 。まあまあまあ。皆さんね、最近お気づきかもしれないですけど、結構最近ショーツに力入れてるんで。はい。もう頑張って、毎日2本、マジネタつきないように必死に <laughs> ネタ考えまくるっていう <laughs>。そう。 なんでかっていうと、2月からショーツもね、あの収益化されることになったんで。そうなんです、まあ。っていう背景がありましてっていう。そう、なんか TikTok がクソ流行ってるから YouTube 負けじとショート動画を流行らせようっていう波に乗ってて、なんかインスタだとリールだし、TikTok、YouTube だとショート、LINE だと LINE ブームみたいなそう,いうことになってますとそうそうそう。あんま細かいことは言えないけど。 ショーツの収益で全然悪くないよね。いや、そうなんです。いや、だからもう本当に、しかも、あの、これまで8分以上じゃないと広告入んないと思ってたんですけど、全然入る。<laughs> いや、そう、あ,あれなんなのいや、あれ何なんなんすか <laughs> あれに関しては普通に謎なんだけど、いまだに。2分ぐらいの動画でもなんか普通に入るんだけど、広告。そう。別にショーツでもないのに。はい。あ、何なんだろうね。通常として、通常投稿のあれとして広告。 入ってね、なんでまあ短尺動画出しますめっちゃこれからそうだから皆さん見やすくなると思いますマジで見やすくなるいや本当ねねれインスタでアンケート取ったら毎日 YouTube30 分から1時間30分以下がほとんどなんでそれさ何見てんだろうねその厳しい可処分時間を奪えてるものは何なんだろういやそれがすごい気になるんですよねだから今ちょっとでもかなり解像度上げて 上げてこうとちょっとかなりアンケート調査してるんで。顧客に寄り添ってね。全力マンチャンネルってか全力マンチャンネル全体として割とこうデータちゃんと見てるっていうのがあるんで。<laughs> わ、今日の東海の動画絶対おもろいわ。行けます東海の良さ出てる頃は、あの、比率を見抜け何対何クイズっていうので。 デスソースとめ世界一甘い液体混ぜて、これ何体なんだと思うみたいな。なるほど。東海っぽい。いや,いや、シンプル。ちゃんとしてるな。東海っぽいわ。まあ、ただちょっと。いや、まあ、全力はやっぱりこう、01にこだわってやってるっていうこともあり、やはりこの、今までにないジャンルの開拓。間違いない。コントっていう。 全力版の内々は特に結構、かなりオリジナリティというか。いや、そうなんだよな。結構おもろいしね。しね AI にとっての脅威となるっていう。<laughs> AI に読めない人材になっていこうという風なあれがあるんで、ちょっと皆さんまじ見てください、ぜひ。頑張りましょう。頑張っていきます。はい、そんなところで今回終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。